皆さんこんにちは。今回もミツハニーお寿司ばり、やっていきますよ。前回は、ルリナを縛いたところまでですね。今回はその続きからやっていきたいと思います。まずは木花戦からやっていきましょう。正直ここの木花に関しては、全く大したことがないですね。木花さんは2対1なのが辛いだけであって、タイマン勝負であれば、負ける要素がないと思います。ギガイアスもいないですしね。ミツハニーの努力値ぶりは、防御に振っています。どうせ攻撃に特化すると、ジュラルドンの第ロックを受けきれないでしょうからね。その代わり、足りない火力を補うために、こだわり鉢巻きを持たせています。努力値ぶりは防御に振って、持ち物で火力を上げる、二足のわらじ戦法で、圧勝や、あくび連打とか、ランクマッチか何か？もし私が一人旅をしていなければ、結構厳しい戦いを強いられていましたね。ですが私は一匹で旅をしているので、あくびを連発されようが、どうということはないですね。二発目以降は跳ねると一緒ですからね。日照り状態にしては、まあ受けきれている方なんじゃないでしょうか。当然のようにワンパンされるような状態でなければ、特に問題はないと思います。起きた起きた。気合で起きるのを期待して、回復の薬ではなく満タンの薬で回復した節があるので、これは助かります。回復の薬で眠り状態まで直してしまうと、またあくび地獄になる可能性がありますしね。ひとまずコータスは、無事突破できました。コータスの物理耐久がだいぶ高めだというのと、努力値を防御に振っているせいで、やっぱり火力はそこまで出ていないですね。木花を突破するのは、それなりに時間がかかりそうです。やっぱりバクガメスは、トラップシェルからしてくるみたいですね。トラップシェルなんて食らっちゃったら間違いなくひとたまりもないので、PP が切れるまでは、意味のない行動をし続けて時間稼ぎをしていきますよ。PP を削るところは、時間がかかるのでカット。ひたすらクラボの実を食わせ続けてました。アップねー。大文字でどんだけ食らっとんねん。大文字だからそれなりに食らうとは思いますが、さすがにワンパンされるほどなのは食らいすぎやろ。根性台が起動してなかったら、普通に負けてたやんけ。ひとまず日照り状態が切れたので、一旦回復をして、立て直しましょう。ミツハニーって、日照り大文字を受けきれないんですね。また一つ、勉強になりました。でもまあ、言われてみれば、確かにそうか。コータスの噴煙で、あれだけ食らってましたもんね。大文字なんか撃たれたら、耐えないか。3体目は、ヌメルウォンですね。ヌメルウォンって、見た目自体は好きなんですが、600族っていう感じじゃないですよね。見た目的に、絶対種族地合計が600もないような気がします。本当にここの木花って、いい加減な戦闘しとるな。2対1の戦いを仕向けて、ミツハニーやデリバードに言い切っていた木花はどこに行ったんや。こんな相手に、負けるわけがないだろうが。本当に雨乞いとかって、よっぽどのことがない限り、一旦消費して打つような技じゃないですよね。基本的に天候って、特性で変えたり、ダイマックス技で食らせたりするものだと思っています。起動するために一旦消費しているようでは、どうしようもないと思ってます。4匹目は、フライボンですね。怒涛のドラゴン要素ですね。ですが使っているドラゴンが、バクガメスとヌメルボンとフライボンって、まあ、あれですね。きっと追加コンテンツのポケモンが使えるようになったら、ガブリアスやボーマンダを使っているに違いない。そう思うことにしよう。でも木花さんなら、ガブリアスに砂嵐を打たせたり、ボーマンダにも日本バレとかを覚えさせてそう。最後の一体は、ジュラルドンですね。正直ここ以外は、苦戦のくの字もなかったと言っても過言じゃないですからね。ここからが勝負だと思います。こいつバクガメスの大文字が記憶の彼方に行ってやがるな。はよに、なんだかんだで、普通に受けきれますね。大したことないわ。もし受けきれないようなら、悪鬼の実とかを持たせようかとも思ったりしていましたが、その必要はなさそうです。
石ころ、私のミツハニーには届かないぞ。ジュラルドンから受けるダメージを見ると、やっぱりタイプ1なのかどうかって、本当に大事なんだなぁという気がします。リザードンが撃ってくるであろうダイロックもタイプ不一致ですし、意外と普通に受け切れるんじゃないかという気がしてきました。皆さんもそう思うでしょう？ふん、ザコメが、ミツハニーごときワンパンできないようでは、チャンピオンに勝つなど夢のまた夢だぞ、キバナ君よ。乱数次第では、砂ダメージ込みでギリギリ落ちてそうな気がしなくもなかったですが、現実にその乱数を引かないように祈れば、どうということはないですね。確定3発といったところでしょうか。できれば確定2発にしてほしいところではありますが、ダイロックを受け切らなきゃいけない都合上、火力不足に陥るのは仕方ないことですね。とか言ってる間にストーンエッジの PP も切らしたので、もはや負ける要素がないですね。ちょぼ、さすがにもう少しまともな技あるやろ。7ダメージってなんやねん。デリバードプレゼント縛りで、ハガネイルに挑んでる時くらいのダメージ量やろそれは。というわけで負ける方が難しいレベルなので、カット。それにしても、本当にダブルウィングがないと、この縛りは無謀だったという気がします。ダブルウィングがあるおかげで、火力がだいぶ出ますからね。飛行技はそれなりに通りもいいので、使い勝手がいいと思います。さて、キバナ戦の勢いそのままに、メタボ戦に行きましょうかね。基本的にメタボおじさんからは抜群を疲れることもないので、負ける要素がないと思います。鋼が抜群で通ってしまうとここはかなりの鬼門になるのですが、そんなこともないので、余裕でいけるんじゃないでしょうか。おそらく注意すべきは、ニャイキングの嫌な音でしょうか。ラストバトル手前まで来て嫌な音に注意しましょうって、どんなゲームやねん。さて、そろそろ本気を出しましょうかね。最初の方は努力値を防御に振って挑んでいたのですが、やっぱり火力不足に苛まれるのと、ニャイキングを押し切れるだけの火力が確保できない状況に陥ったので、攻撃に特化しまくって挑みたいと思います。やっぱりこれが、結論なんやなって。デリバードプレゼント縛りでクリアした先駆者の行動って理にかなってるわ。結構ローズさんには負けてしまいましたが、そこまで精神的に来るほどは、負けていないと思います。さすがにローズさんの仕草一つ一つに難癖をつけるほどにはなってないですからね。初手は、シュバルゴからですね。シュバルゴは虫タイプを複合しているおかげで、ダブルウィングが等倍で通るので、思った以上の火力を出してくれます。ほらね、虫タイプを複合しているだけで、ワンパンできてしまうのですよ。やっぱり虫タイプってあれだわ。特大ブーメランすぎて言ってて悲しくなるので、これ以上はやめておこう。本当にもう少し、優遇してあげてもいいような気がするんだけどなぁ。耐性を少し増やすか、弱点をつける相手が少し増えるだけでも、だいぶ違うような気がするんですけどもね。さすがにギリギリあるわ、ワンパンできないですね。とはいえ、2発圏内までは削れているので、どうにかなると思います。相手にギアチェンジをされて、ワイルドボルトの火力が上がっていますが、別にワンパンされるわけではないので、どうということはないですね。ギリギリあるよ、お前が電気タイプを複合していればミツハニーをワンパンできていたのに、できなくて残念だったな。3匹目は、ニャイキングですね。ここがおそらく、一番の鬼門になると思います。理由としては、先ほども言いましたが、このニャイキングは、嫌な音を使ってきます。防御ケオケ。避けちゃったもんだから勢いでオケオケとか言ってしまいましたが、実際のところ、何も欲はありません。過去の経験上、このニャイキングは、こちらの HP が高い時はほぼ確定で、嫌な音を打ってきます。ですので可能であれば、HP、ほげー。素晴らしいぞ。この回避は、本当に起死回生の回避です。嫌な音を食らってしまったら、文字通りの試合終了ですからね。
無事ナイキングを始末できました。よかったよかった。ここさえ突破できてしまえば、あとはどうにかなると思います。防御に努力値を振っていないとはいえ、レベルのおかげでそれなりに耐久力はあると思ってますからね。よすよす、ちょうどワンパンできる感じですね。鉄の棘のせいでこちらもダメージを受けてしまいますが、鉄の棘にビビってたらナットレイには勝てないですからね。ダメージを受けながらもゴリ押す勇気が必要なのですよ。そのポーズやめや、古畑任三郎かお前は。ラスト一匹は大王道ですね。 HP だけは一丁前に高いですが、防御はそこまで高くはないので、普通にどうにかなるんじゃないでしょうか。全然食らってないやんけ。そんなダメージしか食らわないのなら、普通に殴ればよかったわ。てか、巨大光人じゃなくて、大サイコとかも普通に撃ってくるんですね。巨大光人が最大火力だと思うんですが、弱点をつけないときは、割といろんな技を撃ってくるんでしょうね。これはもう、完全に負ける要素がないですね。やっぱりダイマックスをされようが、弱点をつかれなければどうということはないですね。オケオケ、ダイマックスターンは難なく受け切ることができました。あとは小さくなった大王道をちまちま削るだけですね。ひとまずこの HP ではどうしようもないので、一旦回復をして立て直しましょう。あれれれれ、これひょっとして意外とまずいやつ。まあ言われてみれば確かに、巨大光人もヘビーボンバーも与えるダメージ自体はそこまで大差ないですからね。そら急所に当たったらひとたまりもないくらいのダメージを食らっちゃいますわね。せっかくニャイキングを突破してダイマックスもしのいだのに、まだまだ予断を許さない状況やんけ。この状況は非常によろしくないですね。ヘビーボンバーはお互いの体重差によってダメージが決まる技です。最強ちゃんよ、私は今からステーキをたらふく買ってくる。お前はひたすらそのステーキを食べまくって増量してくれ。おそらくそれが大王道に勝つための一番の近道かもしれんわ。大王道の体重は650キロ、ミツハニーの体重は 5.5キロ。この体格差を埋めるにはひたすら食べるしかない。牛一頭まるまる食べてしまえばきっと体重差がなくなって、ヘビーボンバーの火力が大したことなくなるはずや。頑張るのだ、最強ちゃんよ。などという、ぐっそどうでもいいことを喋るしか、私にできることはありませんね。ヘビーボンバーの命中は100なので、なかなかこちらから殴る隙がないという感じです。本当に、全然殴る隙がないな。さすがにもうそろ、ミスってくれてもいいような気がするんですけどもね。命中100の技を乱発されているとはいえ、さすがにこれだけ試行回数を重ね、よすよす、ようやく避けてくれました。気合で避けてもらわないとこちらから殴ることもできないとか、これもうわかんねえな。一応ダブルウィングで、確定2発にできてますね。もう一度こちらから殴る隙ができれば、無駄に長い戦いに終止符を打てそうです。問題はその終止符を打つのに、あとどれだけかかるのかということですね。こらそこ、シークバーの残りを確認するんじゃない。本当に、アイアンヘッドでも確定2発というのが、いただけないですね。あれか、大王道の特性の力づくで、火力が底上げされて、ヘビーボンバーと大差ない火力になっちゃってるのか。本当にメタボおじさんって、縛りプレイをしていると苦戦する相手ですね。一瞬殴ってやっつけてしまおうかと思っちゃうんですが、張り切りのせいで命中不安すぎて、攻めに転じられないのが辛いところです。あと一発で仕留められる状況なのに、その一発が遠いという感じです。下手に殴ってミスってやられちゃったら、またニャイキングと戦わなければなりませんからね。絶対に負けるわけにはいかないので、慎重な立ち回りになっちゃってます。本当に避けないですね。
ダイマックスまでの戦いとダイマックスが終わった後、同じくらいの時間がかかっちゃってるかもしれないですね。グダグダしちゃってごめんなさいね。殴れば試合が終わるんですが、殴ったら必ず勝てるわけじゃないですからね。そんなランブルはできないのです。ふう、長かった。正直ここまで時間がかかるとは思ってませんでした。というわけで無事ローズさんを倒せたので、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回はいよいよ、チャンピオン戦をやっていきますよ。